台湾のいいところは手軽にテイクアウトできるところなんですけど、今回食べた中でクワッポーっていうのが美味しくて、白いパン生地に肉が挟んであるんですけど、脂肪があるやつないやつ、その中間が選べて、で食べたら中にパクチーが入ってて、それがすごいアクセントになって美味しかったですね。かき氷はアールグレーの紅茶のかき氷がすごい上品で、台湾はコーヒーだったり紅茶だったりフルーツ系だったり、味のついた氷をそのまま削るので、いろんな種類楽しんでほしいなと思います。台湾の美味しいものを本当にいっぱい食べたんですけど、この旅で台湾の新しい一面が見られたのが嬉しかったですね。本当に、観光向けじゃない地元のお店も行けたし、台湾のイメージとはまた違ったすっごいおしゃれなバーも行けたし、そういった新しい台湾の魅力に気づけたので、この旅は本当に良かったです。じゃあ最後に台湾を愛に